ですね、アメリカがこれ放送してる最中も新しい情報が実はニュースサイクルでバンバン入ってきますので、はいはい、まあ、我々がまあちょっとねこの段階で、まあ、僕がこの段階で言えることだけをちょっと一つ、そうですね、まあ、少し、はい、あともこれ自体ね取り上げないわけにいかないので、はい、まあまあまあそうですね、米軍が IS のリーダーですね、はい、バグダディ、はい、大体このバグダディの話が出ると、はい、書き込みでビッグダディっていうのが出てるんですけどバグダディを殺害してあなるほどね、はい、ビッグダディは、ね、はい、まあ、まさに IS にとってのビッグダディじゃないですか、もう僕は言っときますんで、はい、余計な書き込みしないでください、はい、もうめちゃめちゃ出てますよ僕はと、はい、はい、先週の土曜日ですね、はいはい、深夜にこれ12時からですか、本当にミッドナイト始まった、うん、その瞬間からですね、はい、70分かけて、ヘリコプターで、まあ、拠点をどっかに作っておいて、おそらくこれはトルコだと言われてるんですけど、はい、トルコ領内から多分行ってって、はい、中で、これシリアのね、シリア東部のこの、はい、まあ、トルコ国境近くのイドリブ県ってこれ、ね、まあ、シリア東部っつってもなんていうんですかね、かなりシリアの左上の方なんですね、はいはい、でそこの、トルコ国境近くのイドリブ県バリシャ村というところで、はい、まあ、殺害されたという、うん、まあ、ことなんですけど、はい、これ9人一応その場にいた人間を殺害して、うん、でアメリカ側は全く被害はなく、はい、で最後トンネルに、まあ、犬かなんかで軍用犬がわーっと行って犬に追い詰めて、はい、バグダディの子供が3人とともに自殺して、うん、奥さんはなんか2人いたらしいんですけ ど、はい、うん、なんか捕まったという、はい、自爆ベストがなんかうまく作動しなかったとか、はい、まあ、そういういろいろ情報今いろいろ流れてきてですね、はい、まあ、確定的なことはちょっと言えない部分はあるんですけど、はい、これね、まあ、情報がやっぱり今混乱している部分があって、居場所の情報はアメリカ、うん、まあ、トランプ自身はもうすでに声明発表してて、うん、はい、その時にツイッターでね、そう、いやいや、一応記者会見もやってる、記者会見、はい、で米軍だけだと、はい、米軍だけで情報全部取ったって言ってるんですけど、はい、うん、どうやら実態は多国間協力いろいろやってて、うんうん、まあ、シリアからも情報を得て、まあ、シリア、それと YPG でしたっけ、はい、まあ、トルコ側の、うん、クルド勢力の、まあ、一応テロ組織と言われるところとかと、はい、まあ、そういうところと情報をいろいろ交換しながらですね、はい、やったというふうに言われてます、はい、イラクの、まあ、エルビルっていうところですか、はい、イラク側に入ってですね、エルビルっていうところに作戦拠点があって、うん、8機のヘリで突入した、はい、8機ですよ、はい、もう何やってんだって話です、そうですね、僕から言わせればですよ、はい、うん、はい、で、まあ、軍用犬が追い詰めたら、これトランプの言葉によると泣き叫んでいた臆病者だったと、あ、ギャーと言ってもなんかなんかもう情けない死に方だったっていうことを言ってるんですけど、はい、その用語の使い方が非常にこうなんかニューヨークのヤンキーみたいな、ね、言い方してる部分があって、あいつはギャーって言ってたんだよみたいな、そう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 、まあ、この辺のトランプの言葉遣いについてはですね、はい、ちょうどトランプの手紙っていう ね、 あ、そうですね、新書を送った時のやつでちょっと解説をしますけれども、はい、まあ、先週言いましたよね、はい、おいディールしようぜって、あれですね、そう、はい、まあ、あれをちょっと取り上げていきたいと思いますけど、まあ、そういう形の幼稚な言葉で、はい、まあ、それがでも、まあ、いいんでしょうね、その有権者に近いというか、はい、かなり近いところに、はい、エリートじゃないっていうところをアピールする意味ではいいのかもしれないですけど、はい、ラストベルトに届くと、はい、まあ、届きますね、はい、浸透しますね、はい、じわじわと、でこれ数週間前にもシリア北西部の、うん、潜伏先を突き止め、はい、2週間ほど前から作戦を計画してたということでですね、はい、うん、で、そうですね、これバグダディ自身はイスラム国これもだいぶ前ですね、2014年の6月ですね、はい、うん、で、まあ、ここでイスラム国を樹立したと一方的に宣言して、はい、まあ、カーリフという、まあ、要するにイスラム国の、はい、イスラム教の、国のトップということを、はい、まあ、名乗ったということなんですがですね、はい、まあ、これ僕、まあ、本当 まだこの時点では何も分かってない部分あるんですけども、はい、基本的にこの米軍の作戦の仕方はこれルトワック の、はい、話でもやっぱよく出てくるんですけど、はい、まあ、8機で行ったと、たった1人殺すのに8機で行くわけですよ、はい、超安全策ですよ、はい、やっぱアメリカすごい兵士を1人も失いたくないっていうその、うん、まあ、ちょっと甘っちょろさというかですね、金があると、あと人権が高いと、そう、リソース金はあるけど人権が高いから、そうですね、やっぱりこう念には念を入れてと、やっぱリスクを取らなくなってるっていうのはアメリカがね、うん、その、はい、すごく感じる部分があるんです、まあ、逆にそんだけ8機もその特殊部隊で使って現地に踏み込めるっていうそのリソースの本当豊かさ、はいはい、これ羨ましいですね、本当に、ね、はいはい、最初に例えば米軍展開すると必ずそこに自販機とかアイスクリームの販売機持ってくってのあるじゃないですか、はい、あれですよね、はいはい、まあ、そういうところがやってるのはもうどうなのかと、これイスラエルだったらたった2人とかでやるだろうって話ですよ、はい、まあ、日本 の、 ね、レンジャーとかももし本気でやれってことになったら多分数人でやってくれると思いますよ、
まあ、第二次大戦の時日本と戦った時もコンビーフとかね、はい、ああいう缶詰を結構持ち込んで食ってたっていうね、はい、日本軍と全然違いますよね。全然違いますね、はい、日本はなんかあのね、あの泥をすすり、はい、草をはみみたいな、それでもなんかこう頑張っていこうみたいな感じですけど、はい、もう完全に最後はね、はい、完全にそういうことをやるとアメリカの中で反戦映画になっちゃいますから、ね、兵士がまず集まらない、はい、これは日本は逆にすごいですよね。もう根性、根性だけでそこに憧れるみたいな。日本のもう兵隊さんにはもう感謝だけですよ、はい、日本の戦意高揚映画を普通にアメリカ人に見せると、はい、もうげんなりして戦争行きたくないってみんな言うらしいですから、はい、私の、はい、あの祖父もですね、はい、南の島の方に行ってましたけど、あのまあヤシの実を飲んだとか言ってましたけど、はいはい、ああ、まあ、そういうことですよね、はい、あのうまそうに見えるけど全然うまくねえぞと言ってましたね僕もヤシの実この間実はある場所から持って帰ってきましたです、ね、はい、飲まずにずっとあの置いといたらめちゃめちゃ臭くなって最後ゴミに出したっていう、あそういう経験があります。飲んでください。飲まなかったですすいませんでした、はい、まあ、あの今トランプにとってこれやっぱマッポリみたいになってるかもしれない。すっごいねとんでもない匂いがするんですよ、あれ、はい、まあ、ヤシの実腐ると、はい、びっくりしましたね、はい、異臭騒ぎが起きまして、はい、あの僕のアパートのところで、はい、はい、まあそれはいいんですけど、はいはい、これトランプに、まあ、一つだけ言えるのは、これトランプ再選にとっても超大きな勝利ですよ、うん、今あのトランプ側近またそのいろいろ連邦捜査がいろいろ入ってましてですね、あの、はい、自分の顧問弁護士だったジュリアーニが今、はい、捜査を受けてると。で、はい、ジュリアーニなんてもう2001年の頃は世界の市長だって言われた人ですよ、はい、あのニューヨーク市の市長やってて、うん、で911の対処をうまくやったってことで、はい、非常にこう名声があった人で、はい、大統領選挙にも出た方ですよ。それがですね、今トランプの、はい、弁護士やって、弁護士やって個人弁護士やって、まあ、はい、そのテレビに出てくるのはいいんですけど、やっぱトランプを弁護するためにかなり詭弁を使ってるんですよ ね、 そ, うですね。でそれでその詭弁の部分とそのウクライナ問題が今回の介入があって、そこでちょっと彼がその越権行為というか、はい、トランプの単なる個人弁護士なのにそれ以上にその国を動かすようなことをやっちゃったっていうところがあって、まあ連邦捜査が今及んでるんですね。まあ、そういうところのイメージの悪化みたいな部分がある中で、これは非常にでかいですよ、はい、まあ、トランプにとってはプラスです、ね、すごい大きなプラスです。シリアね、はい、撤退していくと そ, うです、ね、その辺の兵をねどん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 減らしていくっていう中で、はいはいはい、まあ、批判もされてたところはあったわけですから、そうですね、はいはい、その中で一応決着はつけたんだと、はい、いうのがそうなんですよ、はい、だからあの意外とそのシリアから撤退するっていうその騒ぎがいろいろあったんだけど、うん、意外とあれってもしかしたらトランプ計算してて、まあ、あのそろそろバグダディを落とせると、そうあの殺害できるぞというのが分かってたから言ったんじゃないかと。そうなんですよ、あれはすごくあの、はい、トランプにとってはこれもしかしたらトランプって作詞なのっていう、そういうすごいいいイメージでのね、うん、はいはい、いい意味で の, その作詞っぽいところをうまく計画してたんだっていうところが、はい、あの伝わったっていうのはこれかなり大きな、みんな納得ですよ、納得ですよこれ、はいはい、撤退ね、はい、でね、あの今回それしかもね、僕があの、まあ、保守系の人たち の, あのツイートとか見てるとですね、はい、面白かったんですね。ワシントンポストが、はい、まあ、ワシントンポストってニューヨークタイムズとともに非常にこう反トランプじゃないですか、はい、反トランプ側が今回そのトランプの成功を認めたくないがゆえにですね、はい、バグダティっていうその IS のまあリーダーですよ、それを、はい、死んだっていうところを、まあ、要するに死亡欄っていうか、うん、オビチュアリってよく、はい、あの言う記事が出てくるんですけど、そこの見出しを変えたっていうのは結構今話題になってるんですよ、はい、この瞬間だと、はい、であの見出しをね、バグダティ自身を優しい表現に変えるっていうことやってるんですよ、うん、はい、でどういうことかというと、すみません、ちょっとこれあの印刷しましたんで、はい、ツイッターの方で出てたんですけど、はいはい、バグダディで普通にその最初のワシントンポスト見出しはこうだったんです。これ、ね、これ電子版のやつ変えちゃったらしいんですよね、はい、バグダディイスラミックステートのテロリストインチーフ、まあ、テロリストの、まあ、大統領、テロ大統領というか、はい、テロの、まあ、最高峰の人間、最高指導者、48歳で死ぬっていうところを初めに書いたんです、はいはい、ところがそのうちにその見出しの方の変えまして、実際に電子版の方の、はい、でアバグダディ、この人はあの要するにあの隠遁したっていうか、その静かにその、なんていうんですかね、宗教学者、うん、宗教学者でイスラミックステートの指導者、はい、48歳で死ぬって書いてある、うん、なんかね、あの学者っていうところを強調してて、ずいぶん優しい表現になってるんですよ。テロリストインチーフっていう表現を受けてるって、はい、うん、これをね、みんな今アメリカの保守派の人たちが、ね、ツイッターですごいバカにしてまして、うん、これって同じようなことしたらヒトラーも変えられんじゃねってことで、ヒトラー、アドルフ・ヒトラー、元画家でインスピレーションなら演説者、自害するって最後の死亡記事欄、ね、同じ風にできるんじゃないかっていう。なぜこれマイルにしたかというと、これイスラム系の人たちから狙われるのが嫌で緩くしたって
っていう感じですか。まあそれもあると思います。ただあの、はい、やっぱりそのリベラルだからですね、うん、やっぱりそういう意味でのそのまさにそのマイノリティ側に配慮する、はい、でもバグダディも明らかにこの IS、まあ、イスラム教の中の強硬派の人たちはやっぱ確かに、はい、あのバグダディに対して共感しますけど、はい、まあ、一般的なイスラム教徒ってそんなにね、はい、やっぱバグダディやばいってのはみんな分かってるわけですから。なるほど。その部分ですよね、はいはい、でそういうところの偽善リベラルが変にその柔らかく紹介するっていうか、うん、ポリコレ的にこういうイスラム教をなんかこう攻撃しちゃいけないみたいなところにとらわれてこう緩くするっていうところをアメリカは今保守はすごい問題視してるっていうのは面白いところかなと思います、ね。はい、なるほど。アドルフ・ヒトラー元画家でインスピレーショナル演説者、まあ、まさにその通りです、はいはい、確かにそうなんですけど、はい、そういうふうに変えちゃってもいかがなものかって話ですよ。ナチスのなんとかとか言わないのかって話ですね。はい、はい、あのまあ、一つちょっと言えるのはですね、今回、リベラル派はですね、これトランプの成果じゃないと、はい、まあ、トランプがその指導したっていうのは、まあ、トランプ政権のうちにやったのはあれだけど、これって、トランプの成果じゃないってやっぱみんな言うんですよ、リベラル側の人たちはね、はい、うん、ペロシとかもその辺もちょっと言ってるんですけど、はい、実際でもトランプも実は、はい、あのオバマが前の何でしたっけ、イスラミック国じゃなくてとオサマ・ビンラディンを殺した時あったじゃないですか、はい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 、あの時も実はあのこれはオバマの成果じゃない米軍がやったんだっていうことをツイートしてるんでなるほど、ね、ちょっとお互い様かなっていうところはちょっとありますね。僕はブーメランですね、はい、ブーメランやっぱりちょっと、ね、トランプもやっちゃってる部分があるのでこれ何とも言えない部分があるんですけど、それでもやっぱりこ の IS をやっぱ殺す IS のリーダー殺すってことができたっていうのは、はい、やっぱり大きな、はい、あの進歩だと思います。はい、共和党側もしくはトランプ政権にとって、はい、はい、そうですね。米中二次戦争に備えるパート3、はい、まあ、ほやほやですね。去年ですね、はい、パート1っていうかね、はい、備えを出して、ペン演説の後で今年の2月か3月、そう、はい、2月か3月じゃ、ちょっと待ってください、ペン演説の後10月、日本のメディアが全然動かないから、いやもうこれ戦争になるんですよと、冷戦に入ったんですよと、そうですね、でしかもまあ20年かもしれないし5年かもしれないし100年かもしれない、うん、でもアメリカ中国共産党を潰すまでやり出したんですよということを一応確認するために我々がそれ出した、出しました、ね、で未だに安倍政権は変わってないっていう現実もある、うん、いやむしろなんか対中の方ですり寄ってる雰囲気が出てきました、ね、で、まあ、はい、前回は6月かな、はい、5月か6月にパート2を出して今回3、はい、ペンス演説が第2に出たから、そうですね、緊急発売ということでやんなきゃいけないと、はい、で僕らとしてはこれ絶対に聞いて、はい、備えていただきたいですよね、はい、生き延びるつもりでね、はい、やってほしいなと思ってるんですけど、今回はね、これがね、はい、どうにも我々のテンション、そのアメリカとに中国戦争やってんですよというテンションと、世の中安倍政権のやってること、それから日本のメディアおとなしいですよね、日本のメディアの何なんですか、この不思議なお気楽さというか、そう、だから多分今回のもう超党派でアメリカが本気で確認したっていうふうにニュアンスが伝わらなかったから奥山さんこういう解説したわけでしょ。エリザベス・ウォーレンとだって、はい、バーニー・サンダースまで反中ですよ、うん、いや下手すればトランプよりも反中ですよ。そうそうそう、その辺もまた議会とメディアについてもどういうふうに反中だとか反中じゃないとかっていう分析も入れてますけれどね、はいはい、いやちょっとねこれは日本のメディアがなんか随分手ぬるいんで、はいはい、ちょっと我々もう少しかなり指摘しなきゃいけない、ね、もうちょっとこれ、はい、マジあなたのビジネスとか、はい、あなたの人生を考える上でちゃんと聞いてほしいなということで、ちょっとね階層の上の方から見ていこうっていう提案をしてますんで、はい、はい、ぜひ、はい、第3、はい、まあ、イメージというかその構造的な問題を国際政治の構造の面から見ましょうよっていう、この鳥の目で見ましょうよっていうところをかなり提案してる、はい、そうですね、はい、ものでありますので、ぜひそこは、はい、見て聞いていただいてですね、そうですね、はい、勉強していただけると思います、はい、